野間口隆彦は兵庫県天ヶ崎市出身の元プロ野球選手。1983年に兵庫県で生まれる。シニアリーグ時代に所属した伊丹シニアで AA 世界野球選手権大会に出場した。2001年に関西総科高校から第73回選抜高等学校野球大会に出場。選抜初出場の同校でベスト4まで進出。 二回戦では、高井遊平と投げ合い一失点で、関東勝利を収め、最終的に、準決勝まで進出するが優勝した上層学院の横川志学にサヨナラだを浴びて赤敗。この時点で、プロからの誘いもあったが、大学進学を表明したことで、指名回避された。2002年に、創価大学へ進学し、一年次から、春のリーグ戦に登板するも、 一発勝負の高校野球に比べ、リーグ戦の続く大学野球にあまり魅力を感じなかったとして退学し、シダックス野球部に入社。野村克也から英才教育を受け、2003年の第74回都市対抗野球大会では、時速 150km を超える速球を武器に、エースとして活躍し、準優勝に貢献。さらに若地師匠を獲得し、 大会優秀選手にも選出された。また、アイブフワールドカップに出場して、社会人ベストナインにも選ばれている。この年のドラフト会議で、読売ジャイアンツ、阪神タイガース、西武ライオンズの3球団が、野間口の獲得を目指した。阪神は、同じシダックスの翔田隆弘を指名しており、小関順次はこの戦略を、ドラフト号車になったと論評した。 また巨人は、勝のりを金銭トレードで獲得し、野村から、もともと、ジャイアンツファンとのコメントを引き出した。野間口本人は、セントラルリーグ希望であると報道され、野間口サイドもそれを否定しなかったことから、西武が、獲得戦線から離脱。7月20日に、シダックス側から西武と阪神に正式に断りの連絡が入り、事実上争奪戦は終結した。 2004年もエースとして活躍、チームは都市対抗野球に連続出場したものの、準々決勝で敗退。第22回ハーレムベースボールウィーク日本代表に選ばれ、出場した。都市対抗野球の準々決勝で、シダックスが敗れた後、野間口本人の口から巨人に入団したい胸の発言があった。 その秋の社会人野球日本選手権大会終了後の間口は正式に巨人の自由獲得枠にて入団の意思表示を行い2004年のドラフト会議を経て入団した2012年3月15日に朝日新聞の取材により入団時の契約金が最高標準額を大幅に超える7億円であったことが発覚したさらに入団前の2004年頃には 読売ジャイアンツから数回にわたり200万を渡されていたが、桃井爪和球団社長は、それでも違反ではないとしている。2005年には、イースタンリーグの開幕戦に先発したが、7回4、失点で、敗戦投手になった。一軍に昇格すると、5月1日の対、広島東洋カープ戦で5回4失点ながら、雨天5回コールドになったため関東扱いで、 プロ初登板初勝利初関東を達成した。その後に連勝するが失点が多く、初登板から4試合連続途中交代となって、降格。故障もあって、最終的に4勝3敗、防御率6.61の成績で終わった。5月21日の対北海道、日本ハムファイターズ戦では、5回表に相手、先発投手の岩本勤から本塁打を浴びている。 2006年は中盤に昇格して先発を務めるものの結果が出ないまま原達則から彼を先発で起用した私が間違っていましたとまで言われたシーズン後半は主に中継ぎとして高騰し最終的に26試合に登板している2007年も前年に続いて故障で出遅れたシーズン中盤に昇格するものの結果を残せず 一旦二軍へ降格した。一軍の先発ローテーションが機能しなくなった九月に最昇格。九月十六日の対広島東洋カープ戦に六回無失点でシーズン初勝利を挙げると、九月二十二日の対横浜ベースターズ戦では、九回一失点でプロイリアト初の九イニングを投げ切っての関東勝利を挙げた。さらに、 3日後の9月26日には、対中日ドラゴンズ戦に救援で登板。4回無失点という内容で、シーズン3勝目を記録。10月2日の対東京ヤクルトスワローズでは、9回表からの登板で1イニングを無失点に抑えたところ、チームはその裏に、逆転サヨナラ勝ちで、チームが5年振りのセントラルリーグ優勝を決めた。この試合でも、勝利投手になるなど、 シーズン初勝利からわずか17日間で4勝を挙げる活躍で、シーズン途中からの昇格ながら、久保雄也と共にチームを救った。なお、イースタンリーグの公式戦では、15試合の登板で5勝4敗。91回を投げて76奪三振、防御率は3.76だった。2008年には、シーズン終了後のメジャーリーグ球団への移籍が、 確実と見られていた、上原浩二に代わる若手先発候補の一番手として期待された。戸賀の正史との競争に敗れたことや、高橋久典などの先発投手の不調を受けて、ローテーションを少人数で構成することになったため、シーズン序盤は中継ぎで起用された。4月26日の対阪神タイガース戦では、ストレートで、 自己最速の実速 152km をマーク。リリーフが確立した5月の交流戦頃からは、2ヶ月ほど先発に回ったが、前年ほど長いイニングを投げられずに2軍へ降格した。9月に再び1軍へ昇格したが、上原の副長や東野俊、久保の活躍などの影響で、中継ぎとしての再起用にとどまった。2009年は、 中継ぎを中心に一軍公式戦25試合に登板し、初セーブを挙げるなどの活躍も見せ、チームの3連覇に貢献した。2010年には、一軍公式戦12試合の登板にとどまった上に、防御率も6.52と悪化した。シーズン終了後の周期キャンプでは、現役時代にサイドスローで一軍通算180勝を記録した。 斉藤正樹投手コーチの指導でサイドスローに転向。また、翌2011年シーズンから背番号が45に変更されることも決まった。2011年にはサイドスロー投法の習得に苦しんだことで開幕を二軍で迎えた。4月下旬に投球フォームをサイドスローから肘の位置をやや上げたスリークォーター気味に変えたところ、球位と請球が改善。 8月21日には、フォーム改造後初の一軍公式戦登板を果たした。8月31日の対横浜ベイスターズ戦では、6回から2イニングの救援登板で無失点。4者連続脱三振を記録するとともに、一軍では自身一年振りの白星を手にした。しかし、9月19日の対中日戦で打ち込まれると、 翌9月20日に出場選手登録を抹消された。一軍のレギュラーシーズン3位で迎えた。ポストシーズンでも当番の機会がなかった。2012年には若手投手が台頭した影響で一軍公式戦へのシーズン初当番はチームのセントラルリーグ優勝が決まった後にまで持ち越された。結局、一軍での当番試合数は 入団後事故最小の3試合にとどまった。2013年には、右肘痛を発症。5月29日のイースタンリーグ公式戦闘板を、最後に、実戦を離れて、調整に専念した。しかし、痛めた肘の状態が改善しなかったため、右肘じ体帯の再建手術を受けることを9月13日に、発表。プロ入り後初めて一軍公式戦への登板機会が、 ないまま、10月23日に、球団から翌2014年の支配下選手契約を結ばないことを通告された。11月28日に育成選手として、再び契約するとともに、背番号を003に変更。2014年には、育成選手として、右肘のリハビリに専念。秋には2軍で実戦に復帰した。2015年には、春季キャンプで、 フルメニューを消化。イースタン教育リーグでの実戦登板でも、好成績を残したことから、公式戦開幕直前の3月20日に支配下登録選手へ復帰した。背番号は46。しかし、若手投手の台頭などで、一軍への復帰は叶なわなかった。イースタンリーグ公式戦でも20試合の登板で0、小0敗。 防御率7.11という成績に終わったため、10月4日に、球団から戦力外を通告された。10月31日には、この年限りで現役を引退することを、自身の公式ブログで発表した。2016年からは、巨人の球団職員として、編成本部に配属。球団史上初めて、日本国内の独立リーグ専任人のスカウトとして、 活動する。2018年より編成本部調査担当になる。2020年限りで対談。2021年3月、ベースボールチャレンジリーグに所属する、新潟アルビレックスベースボールクラブの全体練習で、臨時コーチ的な立場で5日間指導を行う。4月13日、新潟のチーム強化アドバイザー検討手コーチに、正式に就任することが発表された。 サイドスローから投じる最速時速 140km、中盤の直球とカーブなどの緩い変化球が持ち玉。オーバースローの頃は、最速時速 152km の直球を中心に、鋭いスライダーやフォークボールを武器にしていた。2005年頃から、モデルの押し切り萌えと交際していたが、2009年秋に、破局が報じられた。二千十一年十一月十四日、 JJ モデルの佐藤ゆりアと結婚することが発表された。ありがとうございます。